ここは池袋駅の山手線ホーム。ここで大学生が酔っ払いの男に因縁をつけられ、手を出された挙句命まで奪われました。大勢の目撃者がいたにもかかわらず、今日まで犯人の消息はつかめず、迷宮入りしてしまった事件です。とはいえ、未だ情報は受け付けているため、風化防止のためにもぜひ覚えてもらいたい事件です。それではどうぞ。立教大学4年の小林悟さん、当時21歳はその日就職セミナーに参加していた。そして19時頃から友人2人と居酒屋で2時間ほど食事をし、その後はカラオケ店へ。カラオケの後、友人の1人は神奈川方面へ帰り、もう1人の友人は所沢方面に向かったため、友人とは池袋駅で別れた。小林さん自身も帰宅するために池袋駅の山手線の7、8番線ホームへの階段を上がっていった。終電間際の23時30分頃、山手線のホームへの階段を上がっていった小林さんは、スーツを着た会社員風の男性に突如大声で怒鳴られた。かなり酔っ払っていた様子で、その男が言うには肩が触れたということらしい。小林さんはこの男から逃げるために逆方向の階段を降りようとしたが、その男はしつこく小林さんを追いかけ、山手線のホームで口論になった。男は小林さんの胸ぐらをつかみ、小林さんは身動きが取れなくなった。その状態で後ろから何者かが「喧嘩はやめたら」と声をかけ、小林さんは振り向いた。その時に犯人は胸ぐらをつかんだ手を離し、平手で小林さんの顎を殴り、小林さんは意識を失った。男は胸ぐらをつかんでいた手を離したため、小林さんはホームに倒れ込み、黄色の点字ブロックに強く頭を打ちつけてしまった。ちょうどその時に池袋駅のホームには日暮里上野方面の山手線の電車が入ってきて、小林さんを殴った男性はその電車に乗って逃走し、行方がわからなくなってしまっている。小林さんは見るからに危険な状態だったため、周囲にいたやじ馬が犯人である男に対して現場に残るように言ったが、犯人はそのやじ馬を恫喝し、山手線の座席に座った。すぐに救急車が呼ばれたが、終電も間近だったためか、周囲にいたやじ馬たちはみんな電車に乗るなどその場を離れ、救急隊が到着した時に被害者の小林悟さんに付き添っていたのは高齢の女性だけだった。小林さんは池袋駅近くの池袋病院に搬送され、両親が病院に駆けつけた時には意識はあったものの、その後に容体が急変し、事件から5日後に息を引き取った。当初、警察は傷害致死事件として扱っていたが、被害者の小林悟さんの父親である小林邦三郎さんは、いても立ってもいられなかったのか、自ら池袋の7、8番線ホームに行き、情報収集、捜査、情報提供を求めるビラ配布を行った。事件から2ヶ月後、小林邦三郎さんは北千住駅で似顔絵によく似た男を目撃した。その男は駅前のパチンコ店に入っていった。邦三郎さんが男の隣に座ると、右目尻に古傷があるのが見えたという。午後10時頃、店を出た男を尾行。男は常磐線の改札口に入ったが、電車に乗る前に公衆電話で「バカ野郎、知るかよ」と怒鳴っていた。男と父親は快速に乗り、千葉県の柏駅で降りた。男はそごう寄りの改札口から外に出ると、売店でビールを買ってそこで飲んでいた。そして再び定期券で改札口に入り、我孫子方面のホームに下ったところで、電車の乗客が大勢降りてきたために男を見失っている。なお柏駅は男が最後に目撃された日暮里駅から常磐線快速で5駅目である。その後も小林さんの遺族や警察は犯人を探し続けた。しかし事件を目撃していた周囲の人たちが救急隊到着前に現場を離れてしまったことが致命的で、有効な目撃証言を得られなかったこともあり、捜査は難航。
当初は傷害致死罪で捜査が進められていたが、傷害致死罪の公訴時効は7年であり、時効が迫っていた。しかし、国三郎さんは3万5000人分の署名を集め、公訴時効の延長を求める嘆願書を提出。そして、時効が成立する直前の2003年3月に傷害致死罪から意図的に人の命を奪った罪に切り替えられ、時効も当時で15年に延長、捜査が続けられた。後に時効が事実上撤廃されたが、それでも犯人が見つかることはなかった。現在はどうなっているかというと、容疑者不詳のまま書類送検されて、捜査は終了している。時効が撤廃されているため、犯人が逮捕されるまで捜査は続けられるはずであるが、遺族側が捜査の打ち切りを求めたため、2020年12月11日に捜査は打ち切りとなった。捜査を打ち切った理由について、国三郎さんは、うちの事件だけじゃないから、警察の職務を増やすだけで永久に捜査できるかといったらそれはできない。犯人が捕まる可能性のあるものにもっと人を投入してほしい。施行前に時効を迎えた遺族もいることなどを考えると法の下の平等に反する。息子の魂を犠牲にしても法の再改正を求める決断をした。後から法律を変えて良いことになれば法を守る意識も薄れてしまう。被害者感情が法を歪めてしまうことへの疑問もあるとのことである。今回の事件は多くの人間が目撃していた事件にもかかわらず犯人が捕まらなかったことから、犯人は上級国民もしくは警察 OB だから、警察は犯人を特定していながらも逮捕されていないのではないかなどという陰謀説もささやかれた。また小林悟さんは救急車が来るまで付き添っていた高齢女性と言葉を交わしていたとも言われており、救急搬送後は意識が回復したとの証言もある。実際警察から小林家に電話があった時は、息子さんは大丈夫とは思いますが念のためお越しくださいと連絡している。警察は当初事件を重く見ていなかったようで、国三郎さんが病院に着いたのは12日午前3時。悟さんは鎮痛剤を飲まされ意識はあったとのことだった。しかし両親が病院に到着した1時間後に、悟さんは痙攣を起こす。池袋病院では処置ができず、受け入れ先の病院を探すがなかなか見つからず、東京女子医大に転送されたのは午前7時頃のことで、痙攣が起こってから3時間も経過していた。転送先の病院で緊急手術が行われるも容体は回復せず、4月16日の早朝に被害者の小林悟さんは息を引き取った。適切な医療が行われなかったとして、国三郎さんは病院を相手取り損害賠償請求の裁判を起こし、病院側の落ち度が認められ、病院側が6500万円を支払うことで和解している。つまり、事件としては人の命を奪ったということで捜査されているが、民事裁判では病院側の医療ミス、落ち度によって小林悟さんは死亡したと認められたということになる。捜査に区切りはつけられた形であるが、警視庁は引き続き今回の事件について情報を受け付けるとのことである。遺族の方々もいつまでも自分らの事件を捜査するのではなく、解決できそうな事件に注力してほしいなどとして捜査の打ち切りを望むのは容易な決断ではない。国三郎さんのような寛大で多角的な視野を持った冷静な人物がいるのかと感心してしまう。おそらく犯人は分かっている人には分かっていそうな事件であるため、いつか明らかになる日が来てほしいものである。そして酔っ払いなどは何でもないことで因縁をつけてきたりするため、絶対に近寄らないようにしたい。触らぬバカにたたりなしである。